読むラジオ、聞くラジオ、ご覧の皆様、およびポッドキャスト、陣内義塾のリスナーの皆様、こんにちは、陣内俊です。この動画、および音源は、FVI 声なき者の友のあのメディアルーム、ボイスフォーザ・ボイスレスが提供する神羅万象を語るオーディオマガジンコンテンツです。ポッドキャストを聞いて、あるいは、動画を見て興味を持った方は、説明欄にあるリンクから無料メルマガ、陣内俊の読むラジオにぜひご登録ください。YouTube でご覧の皆様はタイトルの通りラジオですので、動画の画面を見ていてもほとんど変化はございません。なので運転や家事や、作業などをしながら、耳のお供として聞いていただければ幸いです。YouTube の画素数設定を落としますとですね、データ通信の節約にもなりますのでおすすめですと。本日のコーナーは、久しぶりのですね、一人ワイドナショーというのをお送りいたします。で、今日はですね、自宅から撮っていますけれども、自宅からね、撮るのだいぶ久しぶりで、今5月27日なんですけれども、多分ですね、インドに、行く前に撮ったのが最後かな。それ以来なんで、結構2ヶ月ぶりぐらいに、自宅からですね、動画撮影をしております。ですね、久しぶりの、一人ワイドナショーというですね、コーナーを、やってみたいと思いました。で、今日の、すみませんね。はい。今日のですね、テーマはこちらでございます。はい。一人ワイドナショーというのは、コーナー説明しますと、芸能ニュースから国際問題まで、様々なトピックについて、陣内が引っかかったニュースについて自由に語るコーナーでございます。陣内政治ゼミというですね、コーナーもね、立ち上げていますので、そちらと、ね、似てるんですけれども、ちょっと政治色が薄い話はですね、このコーナーでまとめて語っていきたいと思います。あくまで、個人の見解ですということで、忘れずにですね、おおらかな気持ちで聞いていただければ幸いです。で、今日取り扱うニュースは、ちょっとね、速報性っていうんでしょうかね。今週のニュースを今週語るみたいなものよりも、もうちょっとですね、もうちょっと緩いというか、賞味期限の長いニュースについて、今日はですね、語っていきたいと思っております。で、速報性のあるものは、号外放送みたいな形でね、やっていけばいいと思うんで、という感じで、やりたいなと思っています。で、今日ね、紹介するニュースはこちらでございます。5月14日火曜日の、時事通信のニュースで、こういう、文面ですね。大塚家具の大塚久美子社長の実父である、勝久氏が、久美子社長から要請されていた、業界団体の名誉会長への就任を断っていたことが13日分かったと。久美子社長は4月、勝久氏を約4年ぶりに訪問し、就任を求めていたが、業界振興を通じ、親子の和解には至らなかった。久美子社長は4月、自身が主導する形で伝統的な家具職人の技術継承を謳う新団体を設立し、勝久氏に名誉会長への就任を要請。勝久氏は、業界が良くなることには協力を惜しまないと前向きな姿勢を示していたが、その後、団体の目的について十分な説明がないとして就任を見送った。大塚家具の広報担当者は、団体の名誉会長職は空席とし、勝久氏の参加をお待ちするとコメントしている。久美子氏と勝久氏は、2015年の大塚家具株主総会で経営権を争い、久美子氏が勝利、勝久氏は同社を離れて、高級家具販売の匠大塚、東京を、設立、大塚家具と競合関係にあるというですね。はい、そういうニュースでございます。はい、ちょっとね、たどたどしくて申し訳ないですね。はい、滑舌がね、まだ温まってないということで、ちょっとご容赦くださればと思うんですけど、まあ、ニュースの内容はそういうことですよ。今申し上げた通りですね。大塚家具の話はね、あんまり知らない人はいないんじゃないかなと思っているんですけれども、2015年にね、まあ、いわゆるその、お家騒動というかですね、その会社の中のごたごたがあって、そのごたごたが、現社長の、
久美子氏とその前社長ですね、勝久氏というですね、お父さんと娘の間で、何と言うでしょうかね、権力争いと言いますか、まあそういうことが起きまして、そして勝久さんというそのお父さん、まあ、創業者なのかな、この人。で、この人が追い出されるというかですね、まあそのポストを奪われて、で、久美子さんが、まあ、ポストに就いたという、話でございます。で、まあね、なんでしょうね、お家騒動って、なんだろう、自分自身も、まあ、ちょっと、ある団体で経験したことがあるんですけれども、で、ですね、実はね、本人たちにとっては大事件なんですけども、これ、どこまで行ってもね、コップの中の嵐っていうところがあって、社会全体からすると、それこそ、夫婦喧嘩は犬も食わないみたいな話じゃないけど、なんだろうな、本人ほどの熱量では社会は見てないっていう、ドライな視点に立つとですね、もう何回ごたごたやってんなと、社会は思ってたと思うんですけれども、で、実際今もそう思ってる人も多いと思うんですよ。だけどね、僕はちょっとね、面白い視点からこのニュースをですね、興味深く見ていたんですね。それはまず、まあ、その親子関係のその複雑なね、ものに関しては、ちょっと、その部外者がですね、立ち入って知ることはできないので、わかりませんとしか言いようがないです。ただね、これね、今日今読みながら気づいたんですけど、久美子さんの久っていう字と、勝久さんの久っていう字同じじゃないですか。で、多分ですね、これ、まあ、名付けたのはきっと親ですから、多分ですね、自分の一字をですね、娘にあげるということはですね、多分、とてもですね、可愛がって、そして思い入れを持って、育てたんじゃないかなと思います。で、社長の娘ですからね、いい教育を受けて、育ってこられたんじゃないかと思うんですよ。で、その中で、まあ、お家騒動があったと。で、多分ですね、その、お家騒動というのは、その、久美子さんにはこういうやり方で、これからの時代はこうやっていかなきゃいけないんだよというのがあり、そして、勝久さんは、強い自我をね、まあ、多分持っていた方でしょうから、自分なりのやり方で、これまで、ここまで会社を大きくしてきたんだから、これが正しいんだという、まあそういう経営方針のぶつかり合いがあったっていうようなことを2015年の報道で僕は認識しているんですね。で、今まあ、それから4年経ってですね、久しぶりにね、娘と、が連絡を取ったわけですね、お父さんに。で、こういう外郭団体を作ったから、就任してくれませんかと。まあ、なんだろうな、ちょっと歩み寄ったわけですよ。それをですね、お父さんは跳ねのけたというですね、なんというかね、すげえなというニュースなんですよ。で、年齢が僕面白いなと思うんですけど、勝久さんはですね、76歳です。はい、76歳。はい。で、久美子さんが51歳でございます。で、ここから僕が語りたいのは何かというですね、父と娘の話はまたちょっと違う時に話すとして、僕が話したいのはやっぱりですね、この高齢化する日本におけるですね、世代間のですね、なんて言うんでしょうね、話です。高齢化の話です。で、76歳のそのお父さんがこんだけ存在感を発揮してるということもまたすごいですしですね、そしてその76歳のお父さんが51歳の娘のやり方をまだまだケツが青いみたいな形で押さえつけてるっていうのもまたすげえ話で。で、ちょっとですね、この、日本のね、社会の高齢化ってちょっと異常なんですよね。で、なんだろうな、結構ね、思考停止ワードっていっぱいあるんですよ、世の中にはね。はい、思考停止ワード。この言葉を言うと頭悪くなるっていう言葉がありまして。で、それを言った時点で思考が止まっちゃうからであって、で、それらの一つに老害っていうのもあると僕は思うんですよ。老害だよとかって言ったらもうそこで議論終わっちゃうし、頭使わなくなっちゃうんで、あんまりね、老害という言葉は僕は使いたくないんですけれども。ただですね、すごくですね、この日本社会の、こう、いかんともしがたい、その、よくね、逆ピラミッドって言うんですけれども、この上の世代のボリューム、とエネルギーがすごくて、こっちになるほど、なればなるほどしぼんでいくわけですね。若ければ若いほど。で、数も少ないですし、なんだろうな、その、数が少ないってことは、まあ、取りも直さず、その、熱量みたいなものが低いわけですよね。だから、団塊の世代、いわゆるその、ビートたけしとかですね、ああいう人たちですね、今の70代ぐらいの、70歳前半ぐらいの人たちが、団塊の世代と呼ばれるんですけど、この世代のですね、なんだろう、ボリュームというかですね、その、厚みというか、
はすごいものがあって、多分ですね、その並大抵のですね、その迫力とか気力とかエネルギーでは生き残れなかった中で生き残ってきた人たちなので、まあすげえ人たちが多いわけですよ。で、問題は何かというと、30年前ならこの人たちはもうとっくに引退してるわけですね。で、ある時まで日本の定年の年齢って定年退職の年齢はですね、55歳だったんですよ。だから、磯野波平さんはですね、設定で確か51歳か52歳という設定になってて、で、あんなにこう、貫禄があるわけじゃないですか。で、もう引退するような、こう、風情を醸し出しているのは、それは、サザエさんが書かれた時の日本の定年退職の年齢が55歳だったからなんです。で、それが60歳になってですね、65歳になってですね、今の社会ですね、70代の人たちはもうバリバリ活躍してると。そういう社会になった時に、こういう問題が出てきて、じゃあ50代とかですね、今の50代、60代、また40代の人たちは、その、一昔前だったら社会の中核になっていたんだけれども、今はまだまだ上の人が詰まってるから、なんだろうな。全然自分のやりたいこともできなければですね。なんだろう、こう、変な忙しい責任だけを押し付けられて、その自分のやりたいことは自己実現できない。で、なんか潰れてってしまうみたいな、そういういかんともしがたさがあってですね。そんなことをね、書いたね、本を一冊紹介したいと思うんですね。それが、さらば GG 資本主義というね、本で。藤野秀人さんという人が書いてるんですね。公文社出版から2018年に出ています。で、この本の中の、すごく僕が面白かったね、話がありまして、それはですね、10から11ページにこういうくだりがあるんですよね。これ非常に印象に残ってるんです。高齢化社会と、成長との関係性について考える上で、非常に示唆的だなと思った、エピソードがあります。私のベンチャーファイナンスの先生である、斉藤敦史さんとお話しした時に聞いた話です。はい、斉藤さんは野村証券の副社長、東京証券取引所グループの社長などを歴任されたラツワンの実業家で、年齢は70代後半。彼はこんな風に言っていました。私は40代の頃、自分が前に出ようとしたら先輩たちから止められた。君はまだ若いから年長者を立てなさい。そのうち順番が回ってきたら主導権を握れるから。というのが先輩たちの言い分でした。そういうものかと思って順番を譲り待っていってどうなったか。今私は70代ですが、まだ80代の皆さんがお元気で現役として残っています。かっこ笑い。藤野くん、これが高齢化社会というものですよ。待っていても順番は回ってこない。だからチャンスがあれば主導権を奪取しなさい。70代になってなお先輩が君臨する社会。考えただけでゾッとしますね。言ってみれば体育会系の部活で先輩にしごかれて1年我慢すれば3年生が出ていくと思って頑張っていたのに、何年経っても先輩たちは出ていかない。そんな状況ですと。はい、これがですね、まあ今のね、日本社会をね、表している状況なんじゃないかなというのが、まあ著者が言っていることで、まあ僕もまああらかた同意します。で、そのような社会でですね、まあ彼が言ってることはまあシンプルで、40代とか30代とか50代で、先輩がいるから何かできないことがあると悩んでいるなら、もうね、やっちまえってことですね。だから、大塚久美子さんは、あながち僕間違ってないと思いますね。やっちまった方がいいと思いますよ、そんなの。待ってて後悔して後でぐちぐち言うぐらいなら、やっちまった方が僕はいいと思います。で、それは高齢者を追い出せとかそういう話じゃなくて、もうなんだろうな、儒教的なですね、ね、先輩を立てるとかね、そういうのはちょっとね、このボリュームの社会では無理なんで、すみません。自分のやりたいことをやりますと言って、なんだろうな、免受腹背でもいいので、顔では笑いながらですね、自分の本当にやりたいことを、なんだろうな、やりゃいいと思います、僕は。はい。それはすごく、この本を読んで非常に強く思いました。で、まあ、どれぐらいですね、日本が高齢化しているかというのが、データとしても出てましてですね、18から19ページ。高齢者が経済の真ん中に居座り、牛耳り続ける GG 資本主義。データを紐解くと、至るところにその影響力が見て取れます。例えば、会社を動かすトップ、日本企業の社長の平均年齢は、近年上がり続けていて、2017年時点で 59.5 歳。調査を始めてから
最も高い数字で、90年以降に比べて平均年齢は5歳も高くなっています。さらに年齢構成を見ると60歳以上が全体の約半数を占めています。日本における女性社長の割合はわずか 7.69% ですから、日本の会社の半分近くが還暦を過ぎた男性によって動かされていることがわかります。経済の主体は、会社だけではありません。我々個人が生活の中で行う消費活動も大きなインパクトを与えます。社会とは詰まるところ、物サービスを提供して顧客に買ってもらうことで成り立っている。消費者がお金を使わなければ、事業活動は回っていきません。実は消費で存在感を放っているのも60歳以上です。結婚して家を構えたり、交際費に使ったりする働き盛りの人々が一番消費していそうですが、2015年の消費シェアに占める30から39歳の割合はわずかに 9.9%、 40から49歳ですら 19.8% でしかありません。29歳以下となると 1.5% で、統計上の存在感はほとんどありません。一方、60歳以上は 47.8% にも上ります。世の中の消費の約半分が60歳以上によって行われていることって、少し意外な結果ではないでしょうか。調べていくとそれもそのはずと思わせるデータがありました。各資産の保有の割合を年代別に見ていくと、60歳以上の保有率が金融資産で 68.8%、 土地保有で 56.4% という非常に高い数字ですと。はい、まあなんだろうな、こういう話ばっかりしていくとね、どんどんね、暗い話になっていくんですけれども、要は、もう日本のですね、消費にしても、その会社運営にしてもですね、端的に言うと、60歳以上の男性が支配している国というのが、日本なんですよ。で、なんだろうな、悲しくなってくるわけですけれども、で、これで、僕はやっぱ最初に言ったようにですね、これを老害で済ませるっていうのはもう思考停止なので、やりたくないわけですよ。そうするとどうなるかというと、我々はその何も持たざるものわけですね。で、多分年金ももらえませんし、で、国に払う税金はめちゃくちゃ多いけども、もらえるものはほとんどないと。だからなんか金融資産にすると、今の赤ちゃんと今の70歳代って2億円ぐらいのハンディキャップがあるって言われてるんですよね。で、持たざるものとして、で、資産もない。で、その会社に行けば上の人のに従えと言われる。で、そういう中で我々と言って、いいのかわかんないです。これを見てる人の中に、その60歳以上の人いるかもしれないですからね。いるかもしれないんですけども、一応ですね、40歳以下の人に僕は、40歳代以下の人に話してるつもりで、今回は話したいと思います。で、大塚久美子さんを考えると50歳代も入るのかな。いいんですけれども、とにかくですね、こういう社会で、その、老害って言っててもしょうがなくてですね、もうこれはもう社会の結果なんで、それはね、以前僕は高齢化という祝福というですね、動画でもですね、話した通り、これは本当に日本の人たちが20歳まで生きたいって願って、こう医療とかを発達して、こう発展させていってですね、で、国民皆保険を、達成してですね、で、年金をですね、ちゃんと仕組み、世界に冠たるですね、一番ね、その素晴らしいと言われている国民皆保険、そして年金制度を、作り上げた結果なんで、これは達成じゃないですか。で、こんだけ高齢者の人たちがいる社会というのは本当に祝福された社会でもあるわけですよ。ただ、久美子さん的な立場に置かれた人にとってはですね、考えなきゃいけないことがあって。で、それはですね、さっきの斉藤さんという人が言っていた通り、こう先輩がいるから我慢するという形で、いつまでも待っていたら、気づいたら70歳代になってしまうとですね、関節もですね、痛くなりますしですね、いろんな持病も抱えますしですね、やりたいことができなくなってしまうということがありますので、もし本当にやりたいことがあるならば、何らかの形でもうやっちゃえばいいと思います。で、僕はですね、それで、変にね、波風を立てる必要は全然ないと思います。だから、その免受腹背っていうのは大事で、その年上を立てるふりをすりゃいいと思います。あんま大きな声で言うことではないんですけど、もう顔ではですね、年上を立てつつですね、ポーズは取りつつですね、でもそれが自分のエネルギーを全部奪ってしまうような状況には絶対に抵抗しなきゃいけなくて、そんなことで人生使ったら本当にもったいないですから、だから
顔ではですね、その人たちを立てながら、本当にやりたいことを、まあ、会社員だったら副業として、やってもいいでしょう。で、もうこの会社にいたらもう年寄りに奉仕して終わるなと思ったら転職するのもありでしょう。で、あるいは起業するのもありでしょう。で、いろんな形ですね、私たちにやりたいことがあって、で、それを、ニコラス・ナシーム・タレブという人がですね、バーベル戦略と呼んでるんですけども、まあ、どうしてもこの、部分は、その収入のために必要だという形は多分ある人が多いと思いますよ。それはその会社員だったらば、上司を立てなきゃいけない、こんな仕事意味ないなと思いながら、その上の世代の人が作った仕組みを維持しなきゃいけないというのがあるかもしれません。でもですね、ここをなるべく容量よく乗り切ってですね、エネルギーを保存しておいて、残りのエネルギーで自分が本当にやりたいことを今すでにやっておく必要があります。そうしないとですね、この人たちが死ぬのを待っていたら、ここもう種まかれてないですから。だから、もうこの人たちが死んだら、もうすでに発芽しているような状況になって初めて日本にイノベーションの花が開くんだと僕は思うので、ぜひですね、若い人にはですね、今やりたいこと、自分の夢であったりとか野心であったりとかですね、こういうことをしたら社会が良くなるんじゃないかなということがあればですね、いかなる形でもいいので、もうすでにやり始めているということが、とても大事なんじゃないかなと僕は思っております。はい。で、じゃあどんなことがそのイノベーティブなことなのかというと、これってね、実はですね、案外若い人ってなんか新しいアイデアほどいいみたいなね、なんかこう新しい分野ほどいいみたいな、で結構ね、そういう新しさってペラペラなんですよ。なんかカタカナ用語を使っときゃ新しいみたいなのって本当頭悪い人いるじゃないですか。そうなったら本当ダメで、そうじゃないんですよ。実はですね、上の世代の人たちがねやってきたことから実は我々は学ばなきゃいけなくて、仕事の本質って50年前も今も同じなんですよ。じゃあその本質って何なのっていうと、この著者はですね、GG 資本主義の著者は、それは穴を埋めることだって言ってるんですね。で、じゃあその穴の種類が違うんですよ。社会には穴があると。で、ね、それで、その多分50年前のその70代の人が今活躍してた、50年前の社会の穴と今の穴は多分違うんですね。だとすると違うことをしなきゃいけないでしょっていうのが、まあ、大塚久美子さんと大塚勝久さんの、認識の違いだったんだと私は予想してるんですけれども、最後にですね、この穴の部分ね、ちょっと読みますね。これまで多くの成長企業の経営者を見てきましたが、塔を建てたというよりも穴を見つけて穴を埋めた人の方が多いのです。なんでこんなところに穴があるんだろう。これを埋めたらもっとスムーズに通れるのにな。それならいっそ自分で埋めちゃおうかといった感じです。余っているところから砂を持ってきてスコップを入れてガサッと入れていく、それがビジネスというものの本質です。まずは気づいた穴から埋めていって、そのうちに世界中に空いているたくさんの穴を埋めて、世の中のためになっていく。それが私のイメージする成長企業です、という、そうですね。これはね、養老孟司さんもですね、全く同じことを言ってですね、仕事っていうのはなんかね、山を作るようにね、イメージしてる人が多いんだと。でもそうじゃなくて、社会には穴がたくさんあって、それがあるおかげで、社会の多くの人が、歩きにくいと。それをですね、埋めていって、そして平らにしてみんなが歩きやすくするっていうのが、成功するビジネスの本質なんだよっていうことを彼は指摘してて。で、多分ですね、その、今の70代、80代の人には見えてない穴が今の社会にはあるはずなんですね。で、それは多分ですね、インターネットというインフラができたことも関係してくるでしょう。またグローバル化という波も関係してくるでしょう。また高齢化というのも、穴を何かしら もたらすはずです。そういったところに穴を見つけていって、それを埋めていくという活動をしていくこと。で、それがある時お金になるかもしれないし、ある時、活動としてですね、うねりを生み出していくかもしれないんですけども、今ですね、その自分のやりたいことなんて一つもできないと思っていじけるんでもなく、老害だと言って思考停止するんでもなくですね、今はこう社会を維持するためにある程度なんだろうな、この既存の仕組みを維持するための仕組みというのはあるはずです。誰にでもあります。僕にもありますよ、もちろん。だけれども、こちらでですね、いろんなことを試していく、これをですね、ぜひですね、皆さん怖がらずにね、やって、チャレンジしていってほしいなと思います。そのチャレンジの一つ一つが社会をちょっとでも良くしていく、歩きやすくしていくということに僕はつながっていくんじゃないかなと思っております。
というわけで、動画をご視聴およびポッドキャストをお聞きくださりありがとうございました。YouTube の皆様は右下のベルマークを押してチャンネル登録および高評価ボタンを押してくださいますと、次の動画作成のモチベーションアップになりますので、面白かったよという方はぜひよろしくお願いします。またポッドキャストをお聞きの皆様もチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた、次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。